大谷翔平の帰国会見がチーム批判と騒ぎに一部分を切り取ったものであってはならないと米専門メディアが言及ご視聴ありがとうございます早速今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます10月18日大谷翔平ロサンゼルスエンジェルスは帰国会見を行ったその一部を切り取ったものが英語で報じられると チームに対してネガティブな発言をしたと小さくない騒ぎが起きた会見の後半で記者から今シーズン一番熱く燃えたパフォーマンスを上げるならという質問された大谷はこれというのはなかったですね。特に8月、9月は長く感じました。14連敗も含めてなかなか思うようなゲームが多くできていたわけではないので、 あまり良くない方向での印象の方が強いかなと思いますと振り返った。日本の各メディアが一斉に会見の様子を配信すると、米メディアも二刀流スターの発言に注目した。最後の一文が、そう、I have a rather negative impression of the season。むしろ今シーズンはネガティブな印象を持っていると英訳されると、SNS を中心にこの部分だけが一人歩きをしてしまい。 チームを批判したと捉えられてしまったのだ。この誤った報道に米スポーツ専門メディア、ザ・アスリーティックは、73勝89敗のシーズンに対して、ネガティブな印象を大谷が持っていることは、そもそも驚くべきニュースではない。MVP 級の活躍をしたかに関わらず、他の選手も思っている。ただ、嘘をついているか、もしくは、勝利に関心がないかの、どちらかだと断った上で、 以下のように言及したこのインタビューにおける大谷の発言は一部分を切り取ったものであってはならない複雑で非常に繊細な状況のためエンジェルスに対してネガティブな印象を持っている証拠として使用すべきではない SNS やインターネット環境が整う昨今容易に情報収集ができるからこそ今回のようなシビアな内容を発信する際は より慎重に正確性を重視して欲しいものだ。構成。ザ・ダイジェスト編集部 MLBGG 賞最終候補に残った元エンゼルス外野手。ファンは連々、再契約して、寂しいユーティリティでレンヒーフォ、左翼でゲンフィリーズのマーシュが候補、守備の名手に贈られるゴールドグラブ賞のファイナリスト、各ポジション3人が発表され、 大谷翔平投手が所属するエンゼルスからは今回新設されたユーティリティ部門でルイス・レンヒーフォ内野手が選出され、左翼手部門にはシーズン途中にフィリーズに移籍したブランドン・マーシュ外野手が入った。受賞者は11月1日、日本時間2日のワールドシリーズ第4戦放送前に ESPN の番組内で発表されるアリーグのユーティリティ部門に名を連ねたのはレンヒーフォとヤンキースの d j ル・メイヒュー。 ロイヤルズからシーズン途中にブルージェイズに移籍したウィットメイリフィールド。25歳のレンヒーフォは今季自己最多の127試合に出場。MLB 公式は今シーズン、キャリアで初めて定期的に出場機会を得た。セカンドが最多だったが、サードとショートも埋めたと評しているアリーグの左翼手部門はマーシュ。ロイヤルズからシーズン途中にヤンキースに移籍したアンドリュー・ベニンテンディ。 ガーディアンズのスティーブン・クワンがファイナリストに、マーシュはエンゼルスで93試合に出場した後、ナリーグのフィリーズに移籍したが、最終候補に名を連ねた。記事は、ヒゲズラの24歳は現在フィリーズのセンターを務めているが、最初の4ヶ月はエンゼルスのレフトとして先発した、と説明。 平均の野手よりどれだけ多くアウトを奪ったかの指標である。oa a アウツアバーブアベレージは今季左翼で8を記録したという。大豆フルカウント編集部時差 isnt サポーズの 2b ポッシブル不可能を可能にする。男ファンからの最大の賛辞。諸平。大谷に学ぶ mlb 英語書評。大谷に学ぶ mlb 英語時差 isnt サポーズの 2b ポッシブル。 不可能を可能にする男、大谷翔平ファンを公言する米フォックススポーツのベンバーランダー記者は、大谷が自己最長の18試合連続アンダーをマークした10月4日、日本時間のアスレチックス戦を振り返り、その期間の翔平の防御率は0.90。マウンドに立った20イニングで、奪った三振の数は25だと前置きして、実は ISNT サポーズドビ b ポシブル。本来は可能であるはずがないと。 言っている。続けて、ベイブ・ルースも当時、投手としてローテーション入りしながら、一方で毎日打席に立つことは、ノットサステイナブル、不可能だとコメントしている。二刀流が困難なことは、ベイブ・ルースも認めているではないか、といった。サステイナブルは、日本でも流行する、持続可能という意味だが、モッとが入れば、持続不可能ということになる。サポーズは、想定する、推測するの意味で、 出ゅっせとべは、からするはず。例えば、you are not supposed to be here. あなたは、ここにいないはずだといえば、お帰りくださいを意味する。可能であるはずのない現実が起きた状態を指す。jis isnt supposed to be possible は、大谷を、不可能を可能にした男と称賛するフレーズだ。ヤンキースのジャッジとの MVP 争いで、大谷の受賞を支持するファンの間では、諸平ミスター、インポシブル大谷と、 ミドルネームにミスターインポッシブル不可能を入れた方がいいという訴えもある。立川雅樹、ジャーナリストご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。